はい、えー、こんにちは、こんばんは、ゆじたそでございます。えー、本日はですね、えー、まあ、タイトルにもあるように、えー、ね、あのー、ガチャで、レアが出ないと言って、えー、ゲーム評価を1にする。星1にして、えー、アの果てに文句を書きまくるというね、 えー、まあ、行為についての話なんですけど、まあ、最近特に際立って、えー、そういうコメントが多いのは、えー、白猫プロジェクト。まあ、あれは、多いですね。そういうコメントが。でね、えー、ゲーム性能が、まあ、確かにあれはね、通信が遅いし、やってても通信が途切れたりして、あのー、友達とやってても、全国の人とやってても、 途中で通信が切れてしまって、えー、まあ、やっててちょっとイラッとするところはあるんで、そういう,いう意味で、まあ低評価、そういうのならまだわかります。全然、まあそれはわかります。でね、まあもうちょっとガチャ引きやすくしてくださいとか、まあそういうレベルならわかりますがない、なんか、ね、あの、ガチャが全然出えへん。なんか、やめちまえとか、 金のことしか考えてない運営クソここまで言われて、えー、改善しないなんて、えー、本当に終わっているとかねもうとやつ、まあ、皆さん見てもらったら分かると思うんですけどすごく、えー、散々なこと書かれておりますでね、えー、そこまで書い出ててなぜガチャ率を上げないんだとまあ上げないでしょうね、えー 書いてる人も書いてる人なんですけど、あげられると困る人がいます。それは無課金者です。まあ、無課金の人もね、確かにガチャ、無課金なんで、えー、ガチャでね、レア度が、なんちゅうんでしょう。まあ、レア度が高いキャラが出てくれれば嬉しいです。そら、ようけ、出てくれれば嬉しいですが、えー、まあ、金を出せばね、金を出せば、えー、 欲しいキャラがゲットできるとね、えー、思ってるなら、それは大間違いでございます。だって、そんなことをすれば、えー、まあ、お金のない人間が、お金のある人間と差ができすぎてしまうんですよ。それを考えてるかどうかは知らないんですけど、その上で多分、ええー、ガシャ率っていうのはあんまり、よくは、してないかったりするんでしょうね。だって、良すぎると、 あの課金者の人は確かにいっぱいええもんも手に入りますで無課金の人は、まあ、無課金んであんまりガチャが引けないんでさほどちょっとしか手に入らないですでもねあのー、上級者が手に入れないところをあの上級者課金者が手に入る入らないところを無課金者がたまたま引いたらなんかこう課金者より上に上がった気分になってまあ 嬉しいじゃないですか。でねえー、ガチャが出ないからといって、えー、課金者が、えー、このゲームはしない方がいいとかお金目的こいつらはお金目的だからしない方がいいとか言ってること自体がまずおかしいですいやみんながみんな課金するわけではございません ましてはお金ない人は無課金でやってる人もいるし無課金の方が楽しいと思って課金するよりも無課金でやってる人が多いかもしれません多分ね半々ぐらいの確率なんですよ課金する人と無課金の人って半々よりも多分無課金の方が多いんですよ全体的に言い合わせてもらえばの中でねえーまあそのゲームをやるなとか無課金でも楽しんでる人たくさんいます でえー、ガチャ運が悪いのは自分のせいでございます。自分が弾けないだけでございますで。どんだけお金を使っても引けない自分が悪いんですで。バンバン引けるならば、そのゲームは逆にクソゲーになります。でレアいいものをすぐに弾けると、そのいいものがいいものではなくなってしまいます。引けないから価値があります。なんで、えー、引けない方が 弾けないキャラがいる方が僕は楽しいと思います。そら、それで。えー、まあ、批判、そのゲームを批判してる人ね、に対して、えー、悪いとかは、まあ、ものほど思わないですけど、えー、僕としては、えー、なかなか弾けない、10万使っても、20万使っても、使ったら、10万、20万使って弾けるわって思って、やって弾けないキャラがいるからこそ、 そののキャラがが手に入った時の喜びが大きいいと思います特に無課金者がそんなもの引いてみてくださいよよっしゃーっていうもうパネぱ喜びがねこび上げてくると思います、えー、だからこそ、えー、課金をしてまでガチャする人も出てくるし、えー、またねあのそういうまあみんなあの書,いて書いてる方々みたいにちょっとガチャが出なかったら イイライラししてて、まあ、書いいいままう方ももるんだと思いますでもねそこが、えー、ゲーム、携帯ゲーム、課金ゲームの、まあ、面白いところでもあり、まあ、嫌なところでもあります。なんで、それを評価の基準にするのはちょっとどうかなとか思ったりもしますね。まあ、ファズドラとかもそうですよね。まあ、ゴッドフェスとかがあって、ゴッドフェスなのに、まあ、この前の僕なんですけど、まあ、ゴッドフェスなのに5回引いて、 全部銀、銀とあの、星マークのやつしか出なかったと、ね。まあちょっとイラッとしましたけど、そういうのもあって、えー、またね、火で出た時に喜びがいいんじゃないでしょうか。うん。そんなもんですね。私が言いたいのは。なんで、まあちょっと考え直してみてください。えー、ガチャは 当たらないキャラがいるからこそ楽しい全部が全部お金を積めば当たるなんて考えを考え通りに行け,けば無課金者が、はあ、結局これは課金したら手に入るんや簡単にってことは課金しとおやつには追いつけんなって言うてえー もうう押し込むよななゲームになりますまあちょっとね説明の仕方が悪いかもしれませんがえー、まあガチャがいいもん出ないと言ってそういうふうに言うのはやめましょうまあ言ってもいいんですけど別にまあ関係ないんで僕にはただちょっと見ててこれはひどい言い過ぎちゃおうかなと思ったんで言いましたまあ白猫プロジェクトすごい落ちてイライラしますがまあゲーム性能としては え楽しいと思いますみんなで協力して、まあ、楽しいからこそみんなもちょっとイラッとした方法にも書いたりするんだと思いますそういうことでございますえー、ちょっとねはなんかこういうなんかアンチじゃないけどなんかこういう文句言う動画はちょっと始めたんで何度も言えませんがえーまあまあちょっとイラッとした方もまあ別にコメントしてくださいまあ同意したい方もコメントしてくださいよろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょうバイ